今回お話しするのは2017年はやともの瀬戸の作品でですね、ミュージックビデオの撮影で、お世話になりました久保さんとお話をさせていただきます。あ、久保さん。あ、こんにちは。あ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。あれ久保さん、なんかいい雰囲気変わりましたね。あの前の時は武将髭が多かったんですけど。そう、はい、うっきりして。そうです。今日久しぶりに会うので、ちょっと昨日髭を剃ってみました。そのようなフェイスラインだったんですね。全然雰囲気違う。あ、そうですか。はい。あの今日の天気も水森さんの、 あの撮影した時と違って晴天ですよ。おかげさまで雨の中。そうですね。今後ろに映ってるのがその、関門海峡。そうですね。はい、はい、それこそこの僕の後ろのここで水森さんがミュージックビデオを撮られた場所です。そうです。普段はね、バーベキューとかできる、そうですホテルのデッキというか、なんていうんですか、はい、お庭というか。そうですね、そうですね、ウッドデッキの場所ですね。はい、そうそこでね。はい、そうです。あ、やっぱ綺麗ですね。そうですよ。あ、嬉しい。ちょっとこれね、皆さんにこのね、綺麗な景色を見ていただきたい。そうですね。ちょっとだけ僕がフェードアウトしましょう。あ、そんな、あ、いいですか。すいません。あ、ほらー、すごい綺麗。向こうに見えてるのが、文字ですね。そうですね。うん、で、ここにちょっとむさ苦しいのが出てきましたけど。いやいやいや。今日もやっぱ船がたくさん泳いでるって言わないで、なんていうの、通ってますね。行き交っていますよ。この関門海峡の下を1日約700隻が毎日通って行き交いしてます。そう、いろんなね、世界中からやってくるんですよね。今も聞こえますか、エンジンの音が。あ、うん、聞こえる、今ブルブルって。あ、今後ろを通ってこっち側の方に通ってる船の、なんですか、エンジン音がブル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 が聞こえてます。結構大きい船が、いや、ちっちゃいですよ、今のも。これでまだちっちゃいですから。はい、今見える範疇でも今10隻ぐらいいますよね。そうですね。はい。で、ほら、撮影の時に船がね、通ってちょっと撮影中断してみたいなことも。そうですね。それもありましたね。はい、あの時に初めて聞きました。水森さんが雨女、雪女だっていうの。え、そうなんです。伝説の雨女なんです。そうです。なんか、雪も降らしたんですよって聞きましたけどね。そうなんです。すごい天気を変えちゃうんですよ。そうですよね。そうなんです。でも最終的にはすごくね、いい形で撮れるんですけど。ね、だってほら、この時もね、久保さん最終日めちゃめちゃ天気良くなって。そうもう最後でもう時間ないねって言った時にガーって晴れてきましたもんね。そういうとこあるんですよね。はい、もうやっぱり持ってるんですよ。持ってるんです。だから2日間か3日間ぐらい、はい、ね、久保さんのところにお世話になって。はい、でこう支度をして、もう雨が止むのを待ってる状態で。そうですね。何度もドレスに着替えて、また天気悪くなったから、また普段着に変えてってやってましたね。そうです、はい、で、ご飯食べる横のなんかこう、はい、スペースに座敷のとこですね。はいはい。いっぱいね、漫画が置いてあって。その時にコナンを呼んでおられましたよね。そうです、ずっと読んでました、コナンを。そうその時僕は知らなくて、で、はい、最近というかちょっと前やったっけ、テレビでコナン芸人のなんかに出られてました。芸人じゃないです、私。芸人じゃなかったでしたっけ。あ、コナン、それで、そう、芸人じゃないのに、あ、コナン好きに出られてて、あの時読んでられたのがそうだったんだと思って思い出しました。そうなんですよ、ね、なんて素敵な夢のようなホテルだと思いながら、はい、ずっとこうコナンを読んで、はい、それでね、撮影をさせていただいて。そうですね。ちょうどもう去年ですか。去年ですね。去年の逆に大晦日にはお客さんも皆さん一緒に、水森さんがここでビデオ撮ったんですよって、それの人が今ここテレビで NHK のホールで歌っておられますよってみんなで見てました。あ、本当ですか、お客様と。はいはい、お客さん、まあ、夜中まで全部一緒に初詣のツアーも行くので、夜中満室で、31日の日、お客さんと一緒にその食堂のところに大きなテレビがあるところで、そこで皆さん紅白を見ててんですけどね。うわー、その時に、はい、
あのそうでしたか。そう、この水森かおりさんがここでって言ったらみんながへえって言い出して、そういえばそうだね、早友の瀬戸ってこう関門海峡の歌だよねっていうことでみんなで、そう嬉しい。あの時は本当1年間下関にもたくさん来ていただいて、いろんなところで下関を元気にしていただきましてありがとうございます。こちらこそです、本当に。だからね、あの今年はほらそういうこのコロナのね、はいはい、ですから皆さんどういう状況なのかなってちょっとね心配で。そうですね、うちもまあ旅館業ホテル業やってるので、もう4月5月6月は悲惨でした。まあ3月からですけどね。そうですか、はい、また、まあ、東京の挟んで北九州の方がね。そうですね、北九州の方が第2波を一番早く発令したりとかしてなの で、ね、はい、もう限界態勢でしたね。下関は年間1日に1万人の人が行き交ってるので、やっぱり下関はもうビクビクしてましたね。うーん、でもこれからまた美味しいフグじゃないね、フクだね。フクですね、下関はフク。そうそうそう、はい、フグではないんだよね、フクの季節ですから。そうですね、今ね、政府も頑張ってやってます GoTo トラベルっていうのがありますので、それで皆さんちょっとずつこの9月 の、 連休、シルバーウィークっていうんでしたっけ、あの辺あたりからはお客さんが少しずつ戻ってきていただいて、だんだん私たちもちょっとずつありがたく元気になってきております。あ、よかったね。これからますますまたたくさんのねお客さんが全国からはい、崩れることを私もお祈りしております。そうですね、やっぱりこうしてね、いろんなところに行かれて水森さんが皆さんを元気にしてくださってるんですけど、今年は行くこともできず元気になる材料もなく、本当皆さんがいろいろ大変ですもんね、うん、そうですね、私ももう全然お邪魔できてないで、今小豆島の歌なんですけど。そうですね、はいはい、今年一回も行ってなくて、はいはい。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。だからね、早友の瀬戸の時は、はい、もう毎月のようにいろんなイベントにね、うん、呼んでいただいたりとか、はい、そうですね、海峡マラソンの高野菜でしたっけ、あれ。はい、前夜祭。前夜祭か。うん、で、はい、歌わせていただいたりとか。そうそうそう、そう。僕らもこっちでいると、夕方にローカルチャンネル時間帯に、今日でまた水森さんが来られてるよっていうのを見てて、はい。はいはい、あ、また来てくださってるんだと思いながら、いろんなとこで、ね、本当に下関を盛り上げていただいた1年間でしたけどね。今年はこうなるとまで思ってなかったですからね。本当ですよね、本当だ。ね、久保さん、はい、久保さんの顔が逆光でたまに真っ黒になっちゃうの。こっち見たら男前ですか。もっと、もうちょっと、なんだろう、ちょっと動かしてみましょうか、こういう感じ。どう？あ、はい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 、はい、あ、そしたらいい感じですね。あ、ちょうど早友の瀬戸が後ろに。そう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 、そうそう、この辺ちょうどこっち側なんですけど、今ちょうど西日が当たってきて、あ、はい、そうなんです、はい、すごいいいお天気ですね今日。そうです、もともと顔が黒いんですけど、もっと黒くなったんでしょうか。そう、久保さんめっちゃ日焼けしてるんですよね。そうですね、逆にお客さんの仕事をするよりか草刈りをするとかね、野良仕事の方が多くて、うんね、でも本当に私たちがその撮影でね訪れた時も、久保さんがいろいろこうご飯をこう用意してくださったりとか、もうスタッフの一人みたいにいろんなねこう足場をこう支えてくださったりとか、もうなんかお世話になってるね、それだけでも感謝なのに、いろいろとお手伝いいただいて。でもあの後ですね、水森さんのこう、まあ、ビデオがもちろん流れたじゃないですか、はい、そしてそれを見た人が僕らも表で掃除とかをしてると、うん、いろんな人がこういろんなものを探しながらこんな感じでこう周りをぐる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 何遍も行き交う人がいるんですよね、はいはい、で何してる人だろうと思って、何かお探しですかって声かけたらですね、うん、あの水森さんってこの辺で来られましたみたいに言われて、うん、で、あれですかね、ミュージックビデオ見られてですかって、そうですそうですって、あ、うちの、テラスで撮影されましたよって言ったら、あ、やっぱりここなんだってみんなが言ってる人がもう何組も来られました、すごい、はい、やっぱり水森さんが撮ったところに一緒に行きたい、何ですか、感じられたいのか来られた人がいて、で、まあそんなんだったらぜひどうぞ中入ってもらっていいですよって言って、まあ撮ってもらってここですよって言ったら、あ、本当だ本当だ、ここだここだって言って、みんな写真撮って帰ってありましたよ
すごいファンですよね。すごいですね、はい、うわー嬉しいです。まあでもね、そういう皆さんにも優しく久保さん対応していただいて感謝ありがとうございます。また、まあ、本当ね、僕らも何かねこうしてスタッフの人ではなかったんでしょうけど、おせっかいにして、まあ、私たちどうしてもホテル業なのでおせっかいすることが仕事のうちの一つなので、いろいろさせてもらったので、いやもう本当に感謝しております。また、はい、下関で、はい、なんかこう撮影があったら、はい、久保さん指名で、はい、お手伝い してもらう。いや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 おいしいお弁当屋さんをまた紹介しますよ。いや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 、またぜひ一緒にね、お仕事もそうですけど、今度はもう泊まりに行きます。はい、本当にお待ちしております。はい、はい、もう本当で今入り口にこうフロントにこう一緒にスタッフの方たちと最後写真撮らしたものを飾ってるとですね、はい、皆さんが目に留まると、皆さんが、あ、ここって結婚式もやるんですかって言われたんですよね。あ、私ドレス着てるから。そう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 、だから結婚式の披露宴かなんかもやるんですかって言われて、いや違いますよって、ドレス着てる人よく見てくださいよって言うと、みんなが見て、あって、そうなんですよ、え、来たんですかって言われて。本当に？はい。すごい。写真一枚だけ、いくつかこう入り口に写真をちょっとお客さんのいろんなこんな人が来られましたよっていうので、ね、イメージで飾ってるの、あったでしょ？はい。その中に一枚、しらっと出雲さんの写真を。置いてると、そういうので言ってこられて、すごい嬉しい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、そういうふうにね、今も思い出を大事にしてくださっててありがたいです、はい、まあこういうとこですけどね、まあうちの自慢景色がね、一つこうして自慢のところでね、こうしてせっかく来ていただいたので出会いときっかけなのでね、今後もね、いろんな形で応援できたらっていうかね、そうしていただければ、はい、本当こっち側も嬉しいのでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。またね、たくさんのお客様が全国から来て、はい、下関が元気になるように、はい、そうですね、これから本当フグの季節なのでね、ここをずっと引きずると下関の町がフグで成り合ってる人たちがたくさんいらっしゃるのでね、うん、元気がなくなってくるのでね、やはり落ち着きながらコロナと一緒にね、ですか、生活をするって言ったらおかしいですけどね、一緒に受け入れて、私たちもそれに慣れて生活をしてですね、みんなが早く元の位置に戻ってですね、楽しくできたらと本当思います。ね、やっぱりみんなの、ね、喜ぶ顔、笑顔が見れてるのが私たちのなんて言っても幸せですので。そうですね、私も微力ながらお手伝いさせていただきますので、何かあったら言ってください。はい、はい、すぐ駆けつけますんで。本当ですか、うん、マグマ大使みたいに笛吹いたら来てくれますか？行きます行きます。マグマ大使がちょっとよくわからないですけども。そうですか、その世代ですよね。そうか、はい、行きます行きます。はい、はい、本当久保さん今日忙しい中ありがとうございました。とんでもないです。また下関来る機会があった時にはちょっとまた連絡ください。また連絡します。はい、お願いします、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、頑張って気をつけて、皆さんを元気にしてください。ありがとうございます。はい、皆さんも元気で。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。